皆さんこんにちは、テレビアニメブリーチ千年決戦編黒崎一護役の森田正和です。本日はですねメガハウスさんから発売されるフィギュアプレシャスジェムシリーズブリーチ千年決戦編黒崎一護を慎んでご紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。といつつもうすでにねここにありますからきっともうこのね動画見てる方僕を見てるよりも多分こっちを見てるんだと思うんですけど今回これちょっとねじっくりとご紹介したいと思いますのでよろしくお願いいたします。文句がないですよね。これはまあ今皆さんに正面を向けてお見せしていますけれども僕裏側を見てるんですけれどもこのねこの動きリアリティのあるこの動きですよね。これがたまらないんですよね。躍動感っていうんですかねこれがしっかりと表現されているというこれ今皆さん目の前横方向ですね見てます。でこれね実際にはこれが商品になりまして下回転台としてご用意していただきました。皆さん楽しみましょう。いきます。一号回転あ間違った黒崎一号回転ほーら回ったほーら回ったぞすごいだろ。速度ちょっと早めでちょっと回しておりますけれどもいいですね。このジジジジジジジというモーター音がたまりませんね。この回転台いいな。これもセットで欲しい。はいここで止めましょう。おっともうちょいかよいしょここはいこれ正面向いてます。これまさにイチゴが突っ込んでくるね、敵に向かって突っ込んでいく状態を表しておりますね。素晴らしいですねこのバランス。前から見ても非常に素晴らしい黄金比で作られていますね。この天差残月のこの向きそしてこの袴のねこの回転するこの感じこれで突っ込んでいくイチゴが突っ込んでいく感じを非常によく表していると思います。でまあ皆さん一番気になるところというとやはり、まあ人形はね顔が命でございますんで顔の部分、いちごの顔の部分なんですけども非常にこれアニメブリーチのいちごの顔にしっかりとそこを捉えていてまさしくこれはいちごであると。でね僕ねものすごく気になってたんですけどねこのいちごのこのオレンジ色のこの髪ですねこれのね造形がものすごく細かいんですよ。本当に細かくて自分でヘアクリーム塗ってこうやってるそういう感じに出来上がっております。で、この袴もそうなんですけど今ね、顔にもですね血の汚れだったりとかそういうようなダメージ感ですねそういうのもしっかり再現してありますんでこれはぜひ、皆さんお手に取ってですねじっくりとご鑑賞いただきたいなと思っておりますね。ちょっともう一回回転させましょう。便利です。一号回転すいませんさっきちょっと音声さんから音が飛ぶんで大きい声やめてくださいって言われました。すいません。ほらここねすごいでしょこの辺のこの切れてるねこのダメージ感とかこの辺も非常に素晴らしいんですよね。すごい。で僕がずっと思っているのはぐー回転します回転します。あこのね残月のね光り方この刀身の光具合も非常に綺麗なんですよ。でこの刀身の光とそれとこう少しマットに、塗られている着色されているこの袴であったりとかそういうとの色の違いというかな、まあ、輝度の違い反射率の違いこの辺もちょっとお楽しみいただきたい。反射率重要なんですね、写真において非常にですねこの反射率これ非常に重要でございますので、そんなことはどうでもいい。さあ
これぐーっと回っていきましょう。これ僕がすごくおすすめなポイント、ちょっとこれカメラさん見えるかな、後でちょっと物撮りでやっていただきたいんですけど、このね袴のね、袴のシワ、ここのシワが非常に細かくできてるんですね。でちょうどねこの上のラインから下、ここのここね膝の裏なんですよね。膝の裏のところってね、袴ってこういう風にねシワが寄るんですよ。これなぜ知ってるかって、僕はあの小さい頃から剣道をやってるもんですから。ここがリアル、これが僕好きですね。何を見てるんだという感じなんですが、非常にここ重要なんですよ。でまた袴を履いてしっかりとこうももを上げていくと、ここのお尻のこのライン、綺麗にこういうねラインが出てくるんですよね。ここもすごくリアルにできております。そしてここの、ちょっと番組中ではなかなかお見せ、あーなるほど、当然ね、見たい方もいるということで、しっかりと作られております。ありがとうございます。いやー素晴らしいんですが、まあ、この15本体非常に素晴らしいデッキです。ご納得いただけるデッキになっております。わらじもしっかり作られておりますけれども、何よりもやっぱりこの嬉しいのはですね、よいしょ、ここ下にねこの岩がいっぱいあるじゃないですか。この岩にもしっかりとこう汚れとかね、そういったものウェザリングがしっかりしてあって、あの壊されてしまったソウルソサイティの残骸になったいろんなもの、そういったものもしっかり想起させるように作られております。でそこから爆発するように出ていく、ね、その地べたがバーンへっこむぐらい爆発させて出ていくような、そういうイチゴの力強さが表現されています。まあ、全身可動のフィギュアとかっていうのは今たくさんあると思うんですけれども、そうではなくてこれ完全にこの形で楽しんでくださいって言った場合に、やはりこういう背景となるもの非常に重要なんですよね。でそこもしっかりと作り込まれていると、岩の感じ、石の感じっていうのはすごくね、表面もすごくザラ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 してたりとか、何かがこう削ったような跡であったりとかっていうのも一つ一つ細かく、同じものをパーツをベン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 貼ったわけではなくて、一つ一つ細かくこうなる、力が加わるとこうなるであろうというようなところまで表現されていると、もうこれだけで、今これターンテーブル乗っかってますけど、ターンテーブル乗っけずにこの状態でも綺麗に、あ、これちょっとねまだね、なんだっけ、仮のものなんでちょっと外れてしまいます、すいません、私がね、力を加えてしまったんで、この状態で飾っていただけてもいいですし、もちろん、自分で、お家で撮影というのも楽しめるんではないかと。先ほどからこれくるくる回してますけど、今横方向でも十分かっこいいですけれども、これがこの正面の状態でも非常に楽しいし、斜めでもいいしと、お好きな形で写真撮影を行っていただきたい。まあ、僕は写真が趣味でなので、どうしても写真を撮りたいと思うので、このどんな向きからでもかっこいいというのは僕は重要かなと思います。で、まあ、正面とか横からの撮影ということをついつい考えるんですが、何気にこのね後ろからのイチゴっていうのも綺麗なんですね。でこの先にじゃあ例えば、まあ、夜の街に出て行って向こうに夕景がなんかがあったりとか、あとこのビル群があったりとか、表でねこれ多くて、こういちごなめで東京があるとか山があるとかっていうのも、うん、いいんじゃないかと。ただまあそういう時こうこれをね持ち歩かなきゃいけないんで、非常に気をつけていただきたい。細い部品もたくさんありますからね、非常に高額な商品でございますから、でもいろんな楽しみ方があると思うので、ぜひぜひお楽しみいただきたいなというのが、私が今日初めてこのフィギュアを見た瞬間に思った感想です。長えな、すいません。次の質問どうぞ。いやね、その簡単に聞かれるのは結構なんですけど、それ本当に作ってくれるのかっていうことですよね。質問だけ投げただけだとあんま喜ばしくないと。聞いた限りは作れよと。
ねえ、今スタッフさんみんな大冷めた顔してるね。うん、そうだろうね。いや、しかしね、これだけね、すごい黒崎一護をお作りになってしまったわけですよ。回転ね、この状況、これずっと回しておこう。これだけのものを作られてしまったら、やっぱり、あ、向こう回転がいいな。このファンとしても欲が出るわけですよ。あれ、これができるんだったら、あれも作れんじゃない、これも作れんじゃないという、で、夢ですよね。それを出てきちゃうわけですよ。なってくると、やっぱりまあ男性キャラクターもそうですけれども、やっぱちょっと女性キャラクターみたいなというところはありますね。その中でもちろん、もう男性からした時の話ですよ。男性からした時のやはり女性キャラクターっていうと、やっぱりネリエルだったりとか井上織姫だったりとかっていうところを作っていただけると、いろんなものがはかどるということになると思うんですけれども、やはり女性キャラクターでいうと、今回千年決戦編ですからね、千年決戦編ですから、そうなってくると、やっぱりね、朽木ルキアじゃないですかね、の八花の咎め、あの挽回をメガハウスさんどう作るのかと。で、これ黒崎一護とかは実際にこう黒く塗られてる状態じゃないですか。でも八花の咎め、あの朽木ルキアの挽回はほぼこう氷、透明になってくるわけですよ。でもただ透明だと本当プラスチッキーな感じになってしまってつまらんと。それにどういうふうにその氷の表現、冷たさとかいうものを、フィギュアで表現できるのかという、まあ、言うなれば、ブリーチファンからメガハウスさんへの挑戦状と、お前たちできんのかというようなものを見てみたいなと。でも今までブリーチのみならず、たくさんのね、フィギュアを作ってるメガハウスさんでございますから、そこもなんかすでに考えてんじゃねえかなと俺は思いつつね、思いつつ、やっぱりね、あの挽回は、やっぱり実際にこう立体物で見たいなというのがあります。はい、ということでございまして、今日はですね、メガハウスさんから発売されるプレシャスジェムシリーズ、ブリーチ黒崎一護千年決戦編、こちらのフィギュアをご紹介いたしました。ご紹介すると言いながら、完全に僕のですね、欲求だけを長々とお話しする、そういう機会になりました。先ほどスタッフさんに聞いたんですけど、今日のこの V ですか、5分想定だったらしいです。もうそれを聞いた瞬間に、何を考えてるんだと、5分でこれが言えるのかということで完全に無視をしました。もう10分以上喋ってると思います。何気15分ぐらいも言ってるんじゃないですかね。これがもし皆さんが目にするときに、この動画を目にするときに、もし5分尺になっていた場合はですね、メガハウスさんの方にクレームを全部喋って、もう勢いよく気持ちよく喋ってる森田正和、最後まで流せという形で、ぜひクレームの方よろしくお願いいたします。でもですね、このフィギュアに関しまして、全くクレームなんか入るはずがねえよっていう出来になっております。これほんと実質僕もこれ欲しいもん、買わなきゃって思ってますから。あとはもう問題はどこにどういう風に飾るのかと。結構の大きさでしょこれ。僕ちょっと持ってみますけどね、改めてこの大きさですからね。で、残月がここまで出てくるわけですからね、この立体物ですから、しっかりと置ける場所を皆さんお家の中に確保して、そこをきれいに清掃し清めてから、お塩撒いてもいいです。清めてから、四方にね、お塩撒いてもいいです。清めてから、このイチゴを置いていただきたいなと。ふざけてるわけじゃないんですよ、本当に。興奮してるんですよ。あまりにもすごい出来だったんで、そんなびっくりしてるんですよ。
ということでございまして、ぜひですね、この今日動画見てくださって本当にありがとうございます。ぜひ本物を見て、そしてお家に持って帰っていただきたいなというふうに思っております。そしてアニメ、ブリーチ千年決戦編、これからもですね続いてまいりますので、ぜひぜひ最後までご覧いただきたいなと思います。お相手は黒崎いちご役の森田正和でした。それでは皆さん、さようなら、バイバイ。